はい、どうもペーターです。信長の野望新政攻略やっていきたいと思います。はい、では今回はですね、軍団解説ということでやっていきたいと思います。はい、皆さん多分ね、最初の頃軍団って何と、どうしたらどう使うのがいいのっていう風に思われた方非常に多いんじゃないでしょうかという感じで、思っていましたので、僕自身もまあ散々悩みましたと、なんだこれはと思っておりましたが、まあその解説をしていけたらなと思います。まず軍団なんですけど、まあ最初に自分の本拠地にはどれだ、軍団ビュー、はい、統治範囲っていうのがあります。はい、この、赤い枠の部分ですね。はい、この赤い枠の分から外れているエリアっていうのは、収益がガクンと下がることになります。はい、なので、収益を上げるためには軍団を作って、軍団から収益を上げさせる必要があります。はい、ちょっとここ分かりにくいので、ちょっと本拠地移転をしてみますね。はい、ということで本拠地移転をしましたと。で、軍団に関しては一旦今作っているものを解除したいと思います。心得ました。はい、では、軍団なんですけど、まず新設します。はい、でまず軍団長の任命というのが必要になってまして、過労宿労以上、過労と宿労ですね、過労と宿労以外は軍団長になれないっていうルールがありますので、その過労以上の部署がいる城が今こういう感じで光っておりますと。はい、なんでまあ一旦誰を、なんて言うんだろうな、誰を軍団長にしたいかっていうのを選ぶっていう形になります。でまあ一旦こういう状態になったら、まあ今だいたいこの辺りに本拠を置いて、まあ、こういうあたりっていうのはもう範囲外になってきますので、まあ一旦選んでみましょう。で、このびっくりマークが出るところっていうのは基本的には城代を、城代というか城主を置いていれば、統治範囲外ということになりますので、この城を選んでいきますと。はい。まあ、ここまではね、結構わかる方が多いとは思うんですが、まず解説としてやっておきたいと思います。まあ別に、統治範囲内の城を選んでも構いません。まあなので、今回は統治範囲内の城以外の、統治範囲外の城を選びたいと思います。これが統治範囲外ですかね。はい。で、ちょっと、こことか、選べなかったんですけど、そういう場合は、軍団長の城を全部収まる範囲に、するために移動させることができます、軍団長。はい、なんで今回選んだ毛利元清を軍団長移動させてみましょう。でこの、赤い範囲が見えると思うので、まあ、どこでも割といいんですが、この下の、ここですね、この鳥羽城がちょっと一個はまってなかったので、まあ、この辺りに一旦置いてみましょう。あ、今度上がダメか。ちょっと難しいんですが、まあ、どっか諦めましょうか。ここにしましょう。はい。で、白編成をもう一度して、このあぶれたところを選んでいく。はい。で、まず白を、これで一旦決定しましょう。で、武将なんですけど、ちょっと僕自分で遊んでたので、変なオリックスの選手の名前がついている、人がいるんですけども、所属させたい人っていうのを選んでいきます。
まあ、適当に選びました。はい、すると、ちょっと時間を進めると、あ、時間進行できません。ちょっと待ってくださいね。やりましたぞ。自動で上司を、好きなように設定します。勝手に設定してくれます。はい。で、ちなみに、軍団の城の浄化施設に関してなんですけど、これはすべて委任扱いになるはずです。はい。なのでこのまま勝手に作ってくれるとは思うんですけど、ちょっと、不安な方はちゃんと設定をしておいて、まあ、攻撃とか、にしておいても結局委任になってしまうんですが、しておくといいかなと思います。でもなんかこの、何も選んでないところっていうのはあんまり作ってくれないイメージが少しあるので、できれば設定をしておく、もしくは軍団を作る前に全て作らせておく、自分の大名所属の城にしておいて、その段階で作っておくっていうのがいいかなと思います。はい。作ってからだともうレベル上げしかしませんので大丈夫かなと思います。はい。で、次にこの軍団にさせられることなんですけど、軍団の編成のところに、方針っていうのがあります。で、委任攻略、城攻略、軍団支援っていうのがあります。で、委任攻略にしておくと、もう勝手にほったらかして勝手に好きなようにやってねっていう感じなんですけど、これだとあんまりなんか動いてくれないなっていう感覚があります。なので、城攻略とかにしておいて目標城を設定しておきましょう。で、これはもう自分の領土に、城に接してるところは選べます。こういう感じで、はい。で、これ何個でも選べるので、まあ言ってしまえば全部選択しておけば一生攻めます。はい。兵糧が続く限り、兵糧が届く範囲であればずっと攻めますので、一旦こういう感じでどん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 選んでいってしたら、まあ勝手に攻めます。整ったら、準備が整ったら勝手に攻めてくれるので、こういう感じでどん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 選んでいくと勝手に一人で攻めてます。はい。こういう感じですね。まあまあこんなもんでいいでしょう。はい。っていう感じでずっと選べます。はい。っていうのが、前線の軍団の使い方って感じですかね。はい。では今度後ろ側、こっち側ですね、どうさせたいかというと、こっちに関してはもうひたすら稼ぎが欲しいってことにおそらくなると思います。なので、まあこの辺の、城主に設定しておいて、この範囲を全部選んでおきましょう。まあ九州とかはね、特になんて言うんだろう、あの上やら下やらが結構離れてたりするので届かないんじゃないかなと思いますので、まあ全然城主とかは特に意識しなくていいと思います。まあ誰を軍団長にするかみたいなのはもうお気に入りでしかないと思いますので、はい。ちょっとここ場所悪いですね。心得ましてござる。したらまあ一旦ここにしとこうかな。熊本城に移転させて、で城編成でここと文字と白井谷と、読めないんだよなこれ、はい、この城を所属させておきましょう。まあ、僕はね気持ちいいので、まあ、九州だけとか四国だけとかにしたりするんですけど、まあ、こっちちょっと一旦いいでしょう。はい。で、この後ろの城っていうのはひたすら内政をさせる城になりますので、特に兵力も何も必要ありません。なので、まあ、ここの軍団に所属させるのはもうなんか普段使わないような、メンツでいいんじゃないかなと思ってます。もしくは稼ぎっていうのは、政務に比例しますので、政務の高くてあんまり戦えない、まあ、本田浜佐信だったりとか、こういう鳴富重康とか、
こういう稲忠次とかそういうこういう感じのね能力値の人たちを連れて行っとくと稼ぎをいっぱい持って帰ってきてくれますと。右下にこの真ん中の下に金銭収入というのがあると思うんですけど、まあ、3分の2ぐらい入れてくれるのかな。はい、でこの稼ぎも、例えば政務の高い誰にしようかな、こいついいか、亀井重則とか、例えば成瀬正成とかこの辺入れたらちょっと上がるんじゃないかな。上がりませんと。はいまあまあまあ、はい、まあ、この人たちがね上司にちゃんとなれば結構高い政務になると思うので、稼ぎが多くなりますと。はい、これ実はですね、ここここ全部ちゃんと承認帳とかにしてきてます。はい、承認帳いっぱい作ってますここはいはい、っていう感じに、していくと稼ぎも得られるしいいかなと思います。で他にやってもらえることなんですけど、まあ後ろの軍団に関しては方針で軍団支援にするといいかなと思います。軍団支援にすると、まあ、指定した軍団に兵力だったり兵糧だったりっていうのを送ってくれます。なので早い再起動じゃないけど、再攻略ができますので、まあ、前線の軍団を選んでおくといいかなと思います。まあ、ちょっと見てみましょうか、どういう感じしてくれるのか。はい、でまあ、見てもらったら分かると思うんですけど、勝手に軍団が攻めておりますと。はい、まあ、選んだ城からどんどん勝手に攻めていると。まあ後方の憂いもないのでまあガンガン攻めてますが、まあこんな感じなのでもうなんていうんですかね、中盤以降というか後半というかはまあこういう戦いになっていきますという感じです。はい、でこんな感じで兵力支援だったり、兵糧支援っていうのを前線の城に勝手に、言って出してくれますので、どんどんお願いして攻めていくっていうのが、全国統一目指す時のやり方になります。はい、軍団についてはこんなものかなと思います。はい、ちょっと分かりにくいところももしかしたらあったかもしれませんが、また、コメントとかしていただければ回答いたしますので、分からないことはどしどし、質問ください。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。参考になりましたでしょうか。はい、ということで今回はここまでとしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。